後期型ブレーク後期型初期型オイルが抜けて車高が完全に落ちている状態シトロエン XM はフランスの自動車会社シトロエンがかつて製造販売したハッチバック型およびステーションワゴン型の乗用車シトロエン CX の後を受け1989年に登場したシトロエンの最上級車ステーションワゴン型のブレークは1991年に登場 ブレイクは1998年、標準モデルのハッチバックは2000年まで生産された。最上級車としての地位は2000年に発表されたエグザンティアの後継車種 C5 に譲る形になったが、正式な後継車種は2005年に発表された C6 となる。1990年の欧州カーオブサイヤーに輝いた。これはシトロエンとして GS CX に続いて3度目の受賞であった。サスペンションは前輪がマクファーソンストラットで後輪がトレーリングアーム。スプリングはこのモデルから、それまでシトロエンの上級モデルに採用していたハイドロニューマチックに代わり、電子制御を組み込んだハイドラクティブを採用した。1993年にはさらに進化したハイドラクティブ2を導入した。なお、左ハンドルモデルには、 セルフセンタリング機構が搭載されている。デザインは外装をイタリアのカロッツェリアベルトーネが内装を PSA アドバンスドデザインが担当した。全モデルの CX はセダンであったが、XM では最上級車でありながらハッチバックとなった。しかし、リアシートと過失の間にも一枚ガラスの仕切りがあり、リアハッチを開けても室内の機密性を保つことができた。 1994年には大規模なマイナーチェンジが施され、メーター周り及びダッシュボードの形状が大きく変わった。これにより、DS、CX 等から受け継がれていた1本、スポークステアリングが消滅した。またロゴマークも、XM から XM に変更されている。外装はほとんど変わらなかったが、フロントグリルの形状が変更されるとともに、 左側に寄っていたダブルシェブロンが中央に移動した。エンジンは排気量2.0リットルで水冷直列4気筒サイチェシー。排気量3.0リットルで水冷 V 型6気筒サイチェシーのガソリンエンジンと2.1リットルと2.5リットルで水冷直列4気筒サイチェシーのディーゼルエンジン。2.0リットルのガソリンエンジンと2.1リットル。 また2.5リットルのディーゼルエンジンにはターボ付きもあった。また3.0リットルで V6 のガソリンエンジンは1991年に24バルブバージョンが追加され1998年には DOHC 化された。それらをシトロエン電灯の FF 方式で駆動した。AT は速度指令式であり、速度に応じてギアチェンジを行うので、 タコメーターには各ギアに変速される速度にマーキングが施されている。ちなみに D モードは2種類のモードがあり D4 がオーバードライブ状態になるのに対して D3 は3速までしか変速が行われない3速4速は時速約 80km で変速されるので日本の路上ではかなり変速が煩わしくなり低速の渋滞などでは若干違和感と燃費に響いた。 しかし巡航維持には、現在の学習型 AT 機構より好ましい挙動を示す。ボディサイズは、全長 4710mm、全幅 1795mm、全高 1395mm、ホイールベース 2850mm。ブレークは、全長 4965mm、全幅 1795mm、全高 1465mm、 ホイールベース 2850mm。詳細は、ハイドロニューマチックサスペンションを参照 DS-CX と続いた、ハイドロニューマチックは良好な乗り心地とタイヤの設置性を両立していたが、横方向のロールに対しては、全く無意味であり、ハイドロシトロエンの特徴とも言える、コーナーで大きくロールしながらクリアしていくという、走行性しか得られなかった。 スフェア内のガスを少なくすれば、ロールを抑えられるが、これは同時に、乗り心地の悪化につながり本末転倒になってしまう。そこで考え出されたのが前後サスペンションの頭頂部に、備えられた4個のスフェアに、前後1個ずつスフェアを足して、それらを電子制御でコントロールする、ハイドラクティブサスペンションである。以前からある4輪についた、ホイールスフェアと、ハイドラクティブで、 前後のホイール間に追加されたアディショナルスフェアはオイルラインで繋がっており通常走行では6個のスフェアによる良好な乗り心地を生み急加速、急ブレーキや高速コーナリング時にはアディショナルスフェアはホイールスフェアよりのオイルが遮断されハードモードとなりノーズダイブやロールを抑える働きをし乗り心地と走行性の両立を達成している初期型にはシート間に ノーマルとスポーツのモード切り替えスイッチが存在し、ノーマルを選択すればアディショナルスフェアは走行条件により接続、遮断をコンピューターがコントロールし、スポーツを選択すればアディショナルスフェアは常に遮断され、ロール等を抑えたハードな乗り心地に固定される。正規輸入代理店であった西部自動車販売というノスにより、1990年から3.0リットル水冷。 V 型6気筒、サイチェシーで、ガソリンエンジンの XM と高価装備で、サンルーフ付きの XMX が輸入された。ありがとうございます。